皆さんおはようございます。 FM 廿日市 76.1MHz からエコしませんか、藤井翔子です。あなたのライフスタイルや社会活動、食や資源、伝統、音楽、アート、デザインなどから発想する環境文化は今エコカルチャーという視点で語られています。この番組では毎週ゲストからの話題をきっかけに、私たちの新しい時代のためにこれからできることって何だろうの種を一緒に育ててまいります。本日のゲストをご紹介いたします。本日ですね、もうこの番組でもおなじみでいらっしゃいますが、健康ツーリズム研究所代表で鍼灸師でもいらっしゃいます清水正弘さんです。清水さん、今日はようこそということで、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。お願いいたします。そう言いましても清水さんはやはりあの旅人と言いますか、ずっと旅をしていらっしゃるイメージがあるので、なかなかスタジオにお迎えする機会もですね限られてはいますが、今日はでも特別に5本を出されたということもあって、そうですね、9冊目ですね。そうですね、今月の2日に、出版させていただいたんですけれども、今おっしゃっていただいたように私自身9冊目になるんですけれども、まあ、今までですねどちらかというと、まあ、山歩きですとかね、あとはその里地とか里山をそのまあ歩きながら健康になっていこうというコンセプトだったんですけど、まあ、今回私はちょっともう少しアングルを変えてですね、広くまあ旅というものをですね、捉え直そうというような形でですね、まあ、旅養生というような言葉を普段から私使って、旅養生、そうですね、まあ、いろんな旅のスタイルがあると思うんですけれども、それこそ山歩きも旅ですし、まあ、小さな本当にその一駅分を多少ちょっとその歩いたりするのもまあ旅ですよね、ですからまあ非日常というふうな空間に、そこに身を浸すってことが一つ旅だというふうに考えたらですね、その行為っていうのは非常にまあ、広く言うところのそのオートセラピーにつながっていくんじゃないのかなっていうですね、いうふうなそういう思いもあってですね、じゃあそしたらどういう場所があるのかっていうかですね、それをまあ今回の本は、広く西日本ぐらいから80箇所をですねピックアップして、それぞれカテゴライズを分けてですね、そしてこういうところがありますよと、そこの魅力はこんな感じなんですがっていうですね、そういう紹介の本なんですね。今まさにゴールデンウィーク始まっていて、皆さんもそれぞれの旅を楽しんでいらっしゃって、その途中でこの番組を今楽しんでくださっているかもしれませんが、新たにですね今からどこに行こうかななんて思ってらっしゃる方にもお役に立つような情報かもしれませんしね。そうですね、まさにゴールデンウィークまだ始まってるかというふうに思うんですが、実は今日が平成最後の日に当たりますよね。はい、そうなんですよ。明日から令和っていう時代が始まりますよね、はい、令和っていうのもですね、日本の外務省がですね諸外国に対して英語でどういうふうに訳すかっていうようなことを決めた時に、ビューティフルハーモニーっていうですね、そういう言葉に決めたらしいんですね、いわゆる美しき調和っていうことですね、でそれにこじつけるわけじゃないんですけど、今回私の本の中で取り上げた場所っていうのはですね、そういうまあ人間と自然とが、非常に美しいでハーモニーを奏でることができるようなですね、そういう場所を中心に、まあ、選んだっていうかですね、ですから本当に明日から令和の一番最初の旅に出かけようとされる方はですね、ぜひこの本なんかを参考にしていただくと非常にありがたいかなというふうに思ったりしますね。まあやはり健康でなければ楽しくないですからね、まあ、そういうためにも、まあ、癒されていただくような旅、あるいはなんかこれからなんかこういろんなことを見つめ直すのにもですね、ぴったりの場所っていうのはこれからこの5本紹介していただきながらですけども、今日はたっぷりと教えていただきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。FM 廿日市がお届けします、エコしませんか。この番組は安田金属株式会社の提供でお送りいたします。さあ改めまして、スタジオにお迎えしているゲストは健康ツーリズム研究所代表でいらっしゃいます、そして鍼灸師でもいらっしゃいますが、清水正弘さんです。清水さん、よろしくお願いいたします。はい、ね、お願いいたします。はい、先ほどお話にもありましたが、平成最後の日4月30日、今日はですね実は録音でお届けしておりますので、まあ、このスタートがですね、どういうふうに今迎えられているのか、まあ、最後の日をどういうふうに皆さんが迎えているのかっていうのが、まあ、とても興味がありますけれども、そして明日からは新時代
令和になるということなんですが、はい、そうなんですね、ビューティフルハーモニーで統一しようということになったんですね。そうですね、これはあの外務省がですね、英語で訳して、英語で訳してその諸外国にこの令和というのを、まあ、あの諸外国の駐在のお方々なんかはですね、それぞれ説明していくときにビューティフルハーモニーっていう、それに統一しようというですね。なんか最初はね、一番最初初日は英訳の、まあ、新聞とかで報道を見ましたら、ね、オーダー&ハーモニーになってたんですよ ね、まあ、でもオーダーというのも、うん、あのアメリカの方々悪くはない、命令っていうことではなく、マナーとか節度とかそういう風にして捉えて、そうですね、そうです、そんな感じで捉えられているっていう、これもまた素晴らしい役だなと思って。そうですね、日本らしさというか、おっしゃる通りだと思いますね。それプラスおそらくでという感じですよね。あの感じにはやはり麗しいとかですね、それからグッドですとかね、そういう、まあ本当にそのエコじゃないですけれども、そのいわゆる調和をするその現象みたいなですね、そういうふうな形のこともですね含まれているっていうですね、このやはり万葉集から取ったっていうような形で言われてますよね。この万葉集で太宰府の近くで梅の花の下でいわゆるみんなが集まるっていうですね、そういうふうな感じですよね。でそういうふうな歌読みの、まあ、序文みたいな形から捉えたって言われてますけども、要はやはり梅というふうな一つの自然現象の花がありますよね。その花の香りとかそういうふうなものをいかにその感じ取って、でそしてその梅の花の下で集っている人間たちがいわゆるにこやかになっていくのかっていうかですね、そういうことを言ってるはずだと思うんでですね、これはやはりあの麗しいとかグッドとかウェルビーイングとかですね、そういうふうな形のことが例という感じの中にはもう一つの分野として含まれているはずってですね。なるほどね、でもこのたった2文字の漢字の中にもそうやって汲み取らないといけないことがたくさんあるっていうのは、なんだかやっぱりすごいですね。やはりそれはやはりあの、これまさ に日本の文化じゃないのかなと思いますよね。そういうふうな漢字のいわゆるその背景にあるようなものが、から情景が浮かんでくるっていうですね、そういうようなものっていうのはちょっと他の外国語なんかには少ないのかもしれないなというふうに思います。なかなか意味を含ませるっていうのは難しいもんだし、あの受け取り手の方もだいぶそういう幅がないと受け取れない。まあ、そういう意味で言えば今日はね、清水さんをお迎えしてよかったなと思っています。平成最後の火曜日、まあ、最後の4月30日という日なんですが、さて、清水さん、そういう節目の時にですね、今回写真と文をですね、担当しておられます。大人の癒し旅というですねタイトルをつけられました。とても素敵なご本ができましたね。ありがとうございます。トラベルセラピーとありますが、まあね、はい、そうですね、あのいわゆるトラベルっていうのは旅行ですね、はい、セラピーというのは癒しっていう形なんですが、まあ、でもあの振り返ってみましたら、日本において並びにですね世界において人が移動する、何かの目的を持って旅に出るっていうその現象っていうのは、実は聖地への巡礼であったりですとかね、例えば日本でいうとお伊勢参りであったりとか、それから西国お遍路の旅であったりですとかね、で熊野三山巡りであったりですとか、例えば山に登るにしても富士山なんか信仰登山なわけですよね。そういった形のことっていうのは、例えばそのヨーロッパにおいても十字軍の遠征なんていうのは、やはりそのイスラエルのその聖地に向かって旅をするとかですね、それからスペインなんかでもサンチャゴでコンポステラっていう、ああいう巡礼の旅なんかもですね、ですから人がなぜ旅に出るのかっていうことを突き詰めて考えれば、やはり何かそのホーリープレイスですとかね、その聖地ですとか、自分の身を、日常の身を、汚れた身をですね浄化できるような、そういうふうな目的地としてその旅に出るっていう、それが現象だったわけですよね。それからいろんな旅のそのスタイルっていうのは、この近代に至るまでですね変わってきましたけど、いやだって旅のやり方って随分変わったように思いません、清水さん。私清水さんに今日相談できてよかったなと思うのが、あの SNS の発達により皆さんが発信できるものが、ツールがまあ一つ二つ増えてきました。となると旅の目的が変わってきてるんですよ。昔は確かに今清水さんがおっしゃったように、自分を違うところ、まあ、ある意味、社会からちょっと一回お休みして、で、また再びその社会に戻るための一つの、まあ、違う場所への移動
動ということだったと思うんです。心の選択なんて言葉もありましたが、ただ今は SNS でいかに映える場所に自分がいるか、もう心の休まる時がないような旅が多いんではないかと私自身も思うんですけれども、もうおっしゃる通りですですね、その例えばインスタ映えするような場所ですとか、ね、そういうところが探しますよね、それってやはり ある意味で言うと昔の旅のスタイルと違う、もう大きなところっていうのは、やはり他人のっていうか、その他者の人間の目を意識しますよね、インスタ映えっていうのはですね、でそこで自分の存在みたいなものを再確認すると、ところが昔のこういう聖地への旅っていうのは、他者は人間じゃないんですよ、いわゆるそのホーリープレイスですから、例えば神とかですね、精霊だとかですね、そういう見えないものですよね、ですから何かその人間を超越するような世界みたいな、そういうところがその旅の目的地であって、そういう場所に行って逆に自分を見つめ直すっていう、そういう対象物が、自分の存在を見つめ直す対象物が、昔は何か超越とか見えないものとかですね、大いなるものとかですね、そういう非常に抽象的なものですよね、ところが最近はそれこそ今おっしゃったように SNS っていうのは本当に自分たちと同じ人間の目線を、それいかに注目を浴びるかっていうかですね、それによって自分の存在を再認識するっていうんですね、でもそれだと疲れちゃいますよね、なんとなくその気がするんですけど ね、ですよね、それは要は心の中での対話みたいな形のことがなかなかできていないっていうかですね、それだけに、まあ、まあこじつけるわけじゃないんですけど、今回こういう本を出させていただいたっていうのは、もう一度その旅の持ってる魅力の原点に原点回帰をしませんかっていうかですね、そうすることによって昨今の、まあ、日本並びにその近代社会を持ってるようなですね、抱えてるような社会病理みたいなね、そういうふうなものの処方箋の一つにならないかなという思いがあって、それでトラベルセラピーっていうそのサブタイトルをつけさせていただいたということなんですね。なるほど、今回トラベルセラピー大人の癒し旅ということで、やはり清水さんといえば健康ツーリズムの達人ということになりますから、もちろんそういう案内魅力もですね、本の中にギュッと収められています。でちょうどハンドブック形式で、もっと歩くのにちょうどいい大きさなんですけれども、厚みはありますが、写真がたくさんあるんです。そうですね、やはり文章で読んでいただくのも一つの手なんですけれども、やはりその空気感といいますかね、その場所の空気感っていうのは文章よりかやはり写真っていうかですね、清水さんの写真、いいですね、写真は本当に自分自身もその好きなもんですから、ただこの本の中にある写真っていうのは本当にその写真の素人の私がですね、要はスマホで撮ったような写真ばっかりなんですよ。なるほど。昨今のスマホっていうのは、ご存知のように画素数が非常にその良くなってますんでですね、あとはどういうふうにその場所を、の空気感を切り取っていくかっていうかですね、それが問われるっていうふうに自分自身も非常にひしひしと感じながら写真のシャッターを押すんですけどね。いや、例えば島根の宍道湖の風景が収められたりしているんですが、あんな広い何にも目印がない、なんなら島がちょこっとあるぐらいのところをですね、どこを切り取ったらいいのかっていう時に、もうでも清水さんさすがだなと思って。でもやはりあれはですね、その宍道湖に沈んでいく夕日ですとか、朝日っていうですね、まさにああいうふうな時にその何もないようなのんべんだれりとしたような宍道湖の風景、それだけでも美しいんですよ、穏やかなんですけど、ただその穏やかさを見つめてる人間のシルエットがそこにあるかどうかっていうのは非常に大きいんじゃないのかなと思うんですね。でそうするとそのシルエットに映っている人に、この本を見ていただいている読者の方が感情移入できるんじゃないのかなっていうかですね、まさにその場所に自分が立ってる、そのシルエットですから真っ暗ですからね、ですから、その個人が特定できないわけですね、そうするとそのシルエットの影に自分をスッと感情移入していただきたいなというですね、そういう撮影ポイントになってるんだ。そういうことであったらこれなんかもすごいですよ、棚田っていうね、風景、日本棚田百選ということでね、撮影もされていますが、こういうところも大人の癒し旅に入れちゃうんですね、棚田の風景。そのエコということにね、こじつけるわけじゃないんですけど、広島県秋田町、実は私が住んだところなんですけれども、大事な場所ですよ、これ私の身引きするわけじゃないんですけど、ただ棚田っていうのはこの写真にもありますように、いわゆるそのアゼが曲線を描くんですよね、ということはどういうことかというと、機械化されて
けないわけですよ。機械ができないような地形なんですね。ということはここに住んでるような人たちってのはほとんどが高齢者ですよ、うん、で高齢者の方々がいわゆる大型の農機具みたいなもので、うん、そのざっと、うん、短時間でその整地したりとか、うん、稲作のおことができないわけですね、うんうんうん、ということは多少手仕事が加わらないといけないわけですよ、うんうんうん、で並びにこの棚田の地形というものも古い昔から人々がやはりその自然の地形を生かしながら、うん、そこに無理のないような形でその整地してきたわけですね、うんうんうん、ということは棚田っていうのは人間と自然とのいわゆるその調和の先ほどのハーモニーじゃないですけど、うんうん、いわゆる美しいハーモニーの風景の一つではないのかなというふうな思いをするわけですね、うん、リアルな世界ではそう思います ね。棚田を目の前にした時なんて素晴らしい綺麗な風景なんだと、ね、特に、今の季節っていいですよね、うん、いいですよ、風がこう吹き抜けるような感じを感じた時ですね、やはり棚田っていうのはこれからも守っていけるもんなら守っていきたい場所、そういうことだと思います。ただ不便、そうなんです。ですからその不便というふうな形のことに、そこに何かその価値みたいなものが、入ってくると、やはりそれってエコじゃないのかなと思います。もう本当にあの整備されて機械で全部ですね整えて、それでエコっていうのも言えるかもしれませんが、ただやはり不便ということは、要はあの便利なものがそこにないということは、多少ちょっと汗も流さないといけないということですよね。でそういう汗を流しながらそういう風景をその、維持していくっていう、そこに人間の知恵みたいなものがね、やはり加わっていかないといけないと、まあ、とそういうふうな風景がいかにその次世代に残していけるかっていう、それは問われてるんじゃないのかなと思うんですね、私たちの世代にですね。まあ、今ご紹介しただけでも大人の癒し旅とは何だっていうね、あのこの一冊の本をめくるたびにですね、いろいろ問いかけるものはあると思いますが、ちょっと分かりやすく皆さんにも、あのご本がまだ手元にない方もあると思いますので、はい、まだね発売されたばかりですし、ちょっとあのカテゴリーがいろいろ分かりやすく分かれていますので、今日はそのカテゴリーにも沿って清水さんに解説をしていただこうかなと思っています、はい、ね、大きく分けてですが、新潟より伊勢ということで西に向かっていろいろ本はですね、進められております。でその中でということで、この後ご紹介させていただきますのが、まずはということで水辺の方から言いますか、はい、という、まあ、水辺を探索するような旅から皆さんにご案内をさせていただきます。もちろんあの清水さんですから、大自然のですね雄大さ優雅さ、そしてなんて言うんでしょう、なんかこう吸い込まれるようなそんな、景色もですね皆さんにご紹介をいただけると思っていますので、あのぜひぜひこのままですね今日は楽しんでいただきたいと思います。さあその、お話の間にということで、今日も清水さんからリクエストの曲を3曲お預かりしています。いつもゲストの皆さんから、曲をリクエストしていただいているんですが、やはり清水さんは清水さんだなっていう曲のリクエストのラインナップになっています、はい、まず1曲目なんですが、加藤登紀子さんのナンバーからいただいていますが、はい、この曲を選ばれたのは、はい、どうですか。ですね、やはりあの大学生の時代、大学生の時代ですけども、ずいぶん前の話になりますもうかれこれどうでしょうか、40年ざっくり、ね、ざっくり40年ぐらい前ですね。その頃にやはりあの流れてた曲っていうのはもうフォーク全盛時代の終わりがけなんですけどね。ただしその加藤登紀子さんっていう人はですね、やはりあの私大学時代にその山岳部とか探検部っていうクラブに入ってですね、やはり海外、国内、山を歩いたりですとか、北海道の外れをその旅したりとか、それこそあの琵琶湖の近い、まあ京都に大学ありましたから、琵琶湖をイカダで横断したりですとかね、みたいなことをしてたわけですよ。そういう人ですよ、でそういう時にこの、ラジオとかですね、そういうその大きなカセットテープレコーダーでしたけど、そういう時代ですね、今ならねポータブルできる、まさに時代とおっしゃいましたけど、あの中島みゆきさんの時代とかですね、こういうその加藤登紀子さんの時には昔の話をっていうですね、こういう何か加藤登紀子さんの時には昔の話をっていうのは、やはりなんか昔の大学生の古き良き時代みたいなですね、そういう内容なんですよね。
やはり貧乏でしたしね、私もですね、学生時代はですよ。そうするとなんかその非常にあの、共有できる感情があったりとかしてですね、でなのよく聞いておりました。なるほど、はい、じゃあ皆さんの中にもですね青春と言える曲があると思うんですが、今日は清水さんの青春と言える曲からスタートです。加藤登紀子のナンバーです。時には昔の話を、どうぞ。通い慣れた馴染みのあの店。